で、C 選手。C 選手。あと、クレピー選手。クレピー選手。ね、おぉ。掛け声が。掛け声が入ってますね、続々と。あ、いや、あ、B ブロック第3試合目。レピットバー、はい、レピタイペイアサシン VS、はい、デトネーター、試合開始です。なんか僕が緊張してきましたね。で、攻め側は、デトネーター。多分、1側を結構デトネーターが取りに行くんじゃないかなと。そうですけど、ね、おっと、いきなりこれは噛み合いましたかね。このまま入るといいんですが、はい、あ、一応相手からのアクションがあるので、このまま進むのはちょっと、あ、でも早めに行きますね。これ結構いい形ですね。止まらないで行ってるので、中今一人だけなので倒せれば設置までは行けるので、とカバーの試合ダークヨッピー選手が、あーっとやられ、残るがシャカ選手、ワンオンスリー。今タイプアサシン側のカバーが早かったですね。そうですね、一中も、もう時間を稼いで守っていたので、はい、形的には本当にいけたかなと思ったんですけど、はい、2ラウンド目です。ドネーターが今回1側は詰め待ちの形ですね。2側発電から取ろうと。でタイプアサシン側も詰めてきてますね、発電で。サイハテ選手が削ってますね、 C 選手。 C 選手瀕死になってます。ヘッドショット入りましたね、今。見てください。台北側の守り方がうまいですね。やっぱその2側はラッシュってなると、やっぱりその発電の前に集まる傾向があるんで、はい、そこにフラッシュを入れたら、その集まってる方たちが見えなくなるんで、はい、見えないですね、眩しいですね。その隙にまあ食っていこうみたいな形だと思います。サイハテ選手がうまい具合に先頭止められたんで、はい、被害は本当にない形でポジションは取れたので、はい、タイプアサシンが動きうまいのが、2が人数かけてるから、じゃあ1位って大体その時やっぱあの詰め待ちの形になるので、どうしてもその隙にもう5番のクレピー選手がもう棚にいるので、ここで何人止めれるか。デトネーターがこれ今止められても1人には抑えたいんです。あ、いいカバーですね、これ多分。おっとクレピー選手逃げ方がうまいですで、ジェイ選手がこれしれっと中に入ってるので、デトネーター側が人数不利な状況、3対4。デトネーター側もヨッピ選手に聞いたんですけど、打ち合いだけだったら一番タイペアスシンが嫌だと言ってたので、苦手意識がない。まあっと、ジェイ選手のプロトが入りますね。残るはサイハテ選手。タイペアスシンがもう詰めてきますね、人数で押そうと。あ、ここは人数ですね。0対2タイペアスシン、2本リード。どうですか、今攻め側有利ではあるんですけど、デトネーター側 も、はい、もう2枚発電側にプッシュして、はい、でその1側、靴箱を取ってたので、はい、2側に寄せてる状況、タイペアサシン側、はい、その際にその一気に1を押してっていう形は良かったんですけど、はい、そうですね、クレピー選手の時間稼ぎが上手かった。あ、サイハテ選手一気に来ましたね。中1なので、これで、あ、スナイパーが、駿河モンキー選手を切る。で、人数差が4対3。これいい形ですね、人数有利でポジションも取れて、あと裏が潰されるとちょっと危ない形になるので、カバーとエルタン選手が抜く。サイハテ選手がすぐカバーに入る。で、内周にいるのバレーの決め打ち。残るはシャカ選手とワンワン。あ、これどうなる。瀕死になりながら、ヒヤヒヤしますね。ちょっと見てる方も緊張するぐらいので、これで1本取れたんで、落ち着いていってほしいですね、ここは。やっぱりでも、台北アサシン側のカバーとこの状況判断が早いので、デトネーター側もしっかりついていきたいところで、これ2ラッシュの形ですね。で、外周抜けの形で素直、エルタン選手を切る。で、ここもカバー、カバーの試合2-on-3。サイハテ選手がニクラに入っているので、で、1バレはしましたね。で、5番のシャカ選手がやられる。で、1がバレているので、これ2連続2人で見てるので結構厳しい。お、人数 1-on-2。 で、サイハテ選手も相手の居場所を分かっているので、2人のあとはどういった立ち回りをするか、ヘルス的にちょっと厳しいかなっていうのはあるんですけど、サイハテ選手エイムがありますから見守ろうかなと。そうですね、はい、
これ形的にはいいですね。設置できれば C4 が、これは C4 はどこにあるんですか、どこに落ちてるんですかね、これは。L 字に落ちてます、ね、L 字ですね。ちょっとバツ印、今ちょっと見えないんですけど、L 字に落ちてます。でも最果て選手も C4 がバレていると思っているので、クリアリングは丁寧にしていきますね。これは相手がポイントマンなので、結構距離を取って戦ってます。そうですね。うまいですね。これバレました。一バレしましたね。早田選手もこれで C4 バレてないっていうのが、勝負しに行きますね。削りに行きますね。さあ2連通の、いやタイペアサシンガンの位置取りがうまいですね。無理に勝負しません。ここで設置に入るんですが、もうすでに詰めてきているので、こう出ちゃうとちょっと早田選手もいないもんだと思っているので、これ台北アサシン側が、ラピッド選手が早田選手をキルして1対3。どうです、見てて台北アサシン側うまいですね。動きがワンチャンを与えない動きというか、打っちゃってもすぐ勝てる場所に位置を取っているので、デトネーターがここを落ち着いて攻めたいところですね。一丸に人数かけます、デトネーター側。でここで再発選手が詰められる、で人数がバレるので、デトネーターはそうですね、一側行かざるを得ない。一側スナイパー置いてるので、結構これは不利な形で打ち合わされている形ですね。でこう挟んで一中取れましたね。3-on-3 激しいカバーの試合です。でヨッピー選手が裏を切る、もう一人いるんですが、すれ違う、で2人とも挟まれて1対4。台北アサシン側が3本リード。ここで1ラウンドを取って、そうですね、ここで1ラウンド取れるか取れないか、流れを変えたいところなんですけど、はい、台北アサシン側やっぱり打ち合いが強いあのデトネーターに負けてないので、2連続ニクララッシュ、ここでも瀕死になりましたが、こうなんとか死者は出さずに、これロング2目を焚いて、はい、2連続詰めてそのまま挟もうという感じ、はい、でここでフラッシュが眩しいラピッド選手、何も見えない何も見えない、お強い、人数差でも 4-on-2 なので、ここを確実に取っていきたいですね、はい。クレピー選手が裏を詰めているが、シャカ選手が見ている、はい、気づいている、まあ、ここさすがですね。あとは残るはスナイパーのエルタン選手、お強い、ここは引いてもいい、そうですね、デトネタが落ち着いてますね。もう中3人にしますね。相手はスナイパーなので、はい、1人ずつしか倒せないので、倒せないですね。こうすぐ2人にするあたりでも結構冷静かなと思います、はい。でこう打ちゃったらもうこれ完璧なクロス引けてるので、ここは1本取りましたね。2対4、攻守交代。ここは落ち着いていきたいですね、慌てないで。デトネーター側も TPA がどういう動きをしてくるのかわからない、発電詰めの流れなんですが、センターの釈迦選手がやられてしまう。テキリスまでは取れたんですが、もうヨッピー選手が瀕死の状態、ここは取れちゃって、3本リード TPA。 守り側でロングを詰めると結構リスで、はい、あの1列に入るものを見てる方がいるので、ね、スナイパーがいるので、はい、それを食ってしまえば、はい、そのまま裏になだれ込めるので、そこでちょっと釈迦選手がやられてしまったので、ちょっと行きづらい形にはなってしまいましたね。でデトネーターがこう守りで一詰めの形なんですけど、 TPA の動きがうまいですね。それ多分動きが読まれてるのか、2側にもすでに4人でもうこう詰めてきたっていう報告で、多分こちら2側もそのまま詰める形ですね。 2側いても少ないという情報あるので、L字を詰めて、そうですね、これも挟む形、釈迦選手が何人か止めたいところなんですが、しっかりフラッシュを入れてくる。1人、お二人はいけない、人数 4-on-4。 これ相手があの配置につく前に、まあ、囲むか、それともまあ北側で人数をかけるか、早めに行った方がいいんですが、相手に形 4-on-3。でもこれいい形ですね。中1人しかいないので、奥側にも鍛えちゃえば。おっと、だがラピッド選手のヘッドショットが強い。2は
ワンオツ、駿河モンキー選手が最後エルタン選手にやられて2対6。結構あの、はい、キャノンの似顔を取ると結構あの発電の方が、はい、あの強固地が多いので、あの発電から潰しに行く光景が多いんですけど、はい、あの北側の階段の方が、はい、あの人数が少ないんで、ね、はい、前評判通りのエイムですね、ラピッド選手。そうですね、ヘッドショットがエグすぎましたね。ちょっとエズムタはここも1側を詰めていくんですが、ここもうまく噛み合う2側のラッシュラ、PPA、ここもしっかりフラッシュ入れますね。フラッシュの入れ方うまいですね。やっぱおグレで1人飛ぶ、2人中入ってるの分かっている。シャカ選手止められるか。おい、シャカ選手が粘りますね中で。おお、2オン2、2オン2、このラウンドはぜひ取っていただきたい。シャカ選手が時間稼げる。おいいですね、2オン1。でも残り1人の場所が分からないので、これ固まってあとは設置待ちでもいいんじゃないかなと。シフォーバレてるんですかね。バレてないですね。シフォー多分バレてると思いますね。中2になってるので、これ取られてもまあ1に行かせても最悪いいよっていう形ではありますね。もう無理、人数削られる方が痛いので、ね、こう人数、まあ、こう一気に2人で出れば、ね、今のうまいですね。半身で敵を視認してから2人で出る。デトネーターが1本取り返して3対6。 TPA が結構なんですかね、デトネーター側の動きを読んでいるのか、結構噛み合った動きをしてきますね。おしゃ、おお、ヘッドショットでシャカ選手を抜く。そのままセンター勝負しに行く。ヨッピー選手がこれを倒せれば、クレピー選手がダブルキル。これクレピー選手もしっかり仕事しましたね。ね、ニナカがもう取られてるので、これ非常に厳しい形になるんですが、と、お、動きましたね、動きましたね、動きましたね。ツーオンスリー、デトネーターがなんとか取っていただきたい、取っていただきたい。ここで1本取られてしまうときつい状況になるので、まだわからないですからね。時間がない、やられてしまう。ここはサヤツ選手一人残る時間もない、厳しい状況。もうナイフ打ってますね中で。最後はラピッド選手がキルをして3対7。デトネーターがキャノン取られてしまいます。